おかげで育っていくんですけど、今日初めての方いらっしゃるので、説明したいと思いますが、もうこの曲1年以上エンディングでやってまして、原曲はかぐや姫の曲になってます。先ほど歌った神田川もそうなんですけどね、あと神田川と妹とか赤ちょうちんか、これは3つは非常に有名なんですけど、このおかげの育っていくと、かぐや姫のコンサートに行くと必ず最後にやって盛り上がって終わるというパターンで、その形を私たちに取りたいなとか無理やって、まあ3人とも4人か、かぐや姫好きで、あ、3人でいいのか、小沢さん違うもんね、かぐや姫嫌いじゃないけど、そういうことにしてください、ヘビメタですよね、好きですよ、あ、本当大好きですよ、南光哲大好きですよね、なんかいろいろでお学生があってね、小沢さんとか本当はね、ロックとかそういう、まあ、メタル系っていうんですかね、なんか化粧してやるやつが好きなんですよね、化粧してやる、そうですね、ヒスですからね、本当はね、昔は仮装が上手ですね、仮装が上手です、あの、そう、この間、サンタのさ、ね、やっていただきましたね、仮装、次は何しましょうか今度あれじゃない、卒業式がセーラー服じゃないいいですね、それね、気持ち悪くていいと思いますけど、ぜひとも見たくねえな、俺走ってください、セーラー服は時代じゃないけど最近あれ、そう、松田聖子はセーラー服着てるやつだ、もうホワイト割引で乗るもの、あれいい感じですよね。今 CG ってすげえなと思っちゃってね。CG ですか、ね、え、違いますか、あ、セコさん入ったらごめんなさい。あれ本物ですよね。え、失礼しました。いや、すごいなって。ねえ、バカちゃんなんか、ね。バカちゃんも、あの、学生服。学生服着されてですかね。まあちょっとすごいバーバーしちゃいましたけど。何でしたっけ、あ、タイトルでございますね。かぐや姫の、よくエンディング使われてますけども、おかげさまということで、これでちょっと皆さんで、終わりたいと思います。それでは行きます。いいですか、110ページです、すいません、言ってません、110ページです、一応
時間になってしまいました。また来月お会いしましょう。どうもありがとうございました。